ルワンダ共和国、通称ルワンダは東アフリカに位置する共和制国家。内陸国であり、西にコンゴ民主共和国、北にウガンダ、東にタンザニア、南にブルンジと国境を接する。首都はキガリでイギリス連邦加盟国の一つ。アフリカで最も人口密度が高い国である。治安は比較的良いとされる。正式名称はルワンダ語で、 リップブリカワイユールワンダ、ユールウンダ、英語でリパブリック・オブ・ルワンダ、UND、UND、フランス語でレプーブレイク・ジュ・ルワンダ、スワヒリ語でハベリー・ア・ルワンダ。欧米人の到着以前、この地域には牧畜民系の土の王が農耕民系のフッツを支配するルワンダ王国が存在していた。1889年、ドイツの保護領となる。以後、ルワンダは、 第一次世界大戦終結までドイツ領東アフリカの一部とされる。植民地政府は既存の統治機構を利用する間接統治方式を用いた。第一次世界大戦で敗れたドイツはルワンダを含む全ての植民地を失った。1918年以後はルワンダウルンディとしてベルギーの委任統治下に置かれ少数派の土が中間支配層に据えられた。 1959年、ルワンダ王国のムバミーであるムタラルダヒグワの死を契機に、土とベルギー当局の関係が悪化し、万世節の騒乱を経て多数派のフッツの抵抗も、激しさを増した。1961年、ベルギー当局はクーデターで軍政を敷き、王政に関する国民投票を実施。キ下リ後世を廃して、共和政治率を承認した。ルワンダウルンディ初代大統領に、 フッツのドミニクム・ボニウム・トゥアが就任する。1962年に独立し、ルワンダ・ウルンディの第二代大統領だった、フッツのグレゴワール・カイバンダがそのまま共和国の初代大統領に就任した。独立直後のルワンダは最貧国の一つであり財政は大幅赤字状態で、1963年には亡命した土系武装勢力が一時、 首都の木狩りから14キロまで迫るなど深刻な状態にあった。しかし、1966年から開始された経済再建計画の成果もあり、以後ルワンダ紛争勃発までの約20年にわたり、ルワンダはアフリカの模範性として、ほぼ一貫して発展を続けることになる。カイバンダ政権には土の閣僚も存在したものの、政治的には土を排除する政策が取られた。 1973年にルワンダクーデターが起こり、フッツのジュベナールハビアリマナが第2外大,大統領に就任する。ハビアリマナは開発独裁を行う一方、土に対しては和解政策を進め、政治分野以外での抑圧は減少した。1980年代末の時点でルワンダは大きな発展を遂げていたものの、一方で都市化の進展や環境破壊、 さらに1987年のコーヒー価格の暴落もあり、貧富の差が拡大。1982年には0.357であった時に係数が1992年には社会騒乱の危険ラインを超える0.583に悪化するなど、後の紛争の目が育まれつつあった。1987年、隣国のウガンダに逃れていた土系の難民が主体となり、 ルワンダ愛国戦線が結成された。1990年以降、ルワンダ機関を目指した RPF とルワンダ政府の間で内戦に陥った。タンザニアやザイールは RPF の攻撃をウガンダによる武力侵攻であるとして派兵を行っている。経済低迷や政治的混乱の中、さらに RPF の侵攻にさらされたハビアリマナは、これまでの和解政策を改め、 半土のイデオロギーを掲げるようになる。九百九十三年八月四日、戦況の公着から、ルワンダ政府と RPF の間で、アルーシャ協定が調印され、同協定の遵守を支援するため国連平和維持部隊が展開した。多数の避難民が殺害された、ドラマ教会求心的な不市場主義の台頭による、政情悪化が収まらず、九百九十四年四月に、 ジュベナール・ハビアリマナが暗殺された事件を発端に、政府と暴徒化したフッツによる、土と恩恵派フッツに対するジェノサイドが勃発した。この結果、約100日間のうちに、当時のルワンダの総人口約730万人中、およそ80万人から100万人が殺害されたと見られている。虐殺は、その勃発を受けて、 進行を再開した RPF がルワンダ全土を掌握したことで収束し、フッつのパストゥールビジムングを大統領 RPF のポールカガメを副大統領とする新政権が樹立された。大古地域の難民危機ルワンダ虐殺により、約210万人とも言われる大量の難民が周辺国に流出した。ジャーナリストのフィリップ・ゴーレーヴィッチによれば、 難民の中身は RPF による報復を恐れたフッツの一般人と旧仏政権指導層及び軍や民兵の組織的な大量疎開だったように描写している。このうちの後者についてジェラール・プルニエなどは難民キャンプをルワンダダッカーに向けた軍事拠点にしようとする旧仏政権指導部による計画的な疎開であり、その意味では戦争の継続だったとしている。以後、 ルワンダ情勢は安定に向かったが、難民の本国期間は進まず、むしろ周辺諸国の政治、軍事情勢を不安定化させて、国際問題となり、大古地域の難民危機と呼ばれた。土主導のルワンダ新政府の要請を受けて、1994年に国連安全保障理事会は、ルワンダ領域内及び隣接諸国において、ジェノサイドや非人道行為を行った者を訴い、 処罰するためのルワンダ国際戦犯法廷を設置、現在も審理が続いている。大古地域の難民危機は、特に隣国ザイールで、モブツ政権の崩壊へと波及した第一次、コンゴ戦争のほか、周辺8カ国が介入する事態となった第二次、コンゴ戦争の永遠となった。第五代大統領ポールカガメ2000年、ビジムング大統領の辞任に伴い土のポールカガメが、 第五代大,大統領に就任した。内戦により、ルワンダの産業、経済は深刻な打撃を受けたが、1999年には内戦前の水準へと回復を果たした。内戦時代に海外へ脱出した土のうちの200万人近くが戦後帰国し、海外で習得した様々なスキルで国の復興に尽力している。21世紀に入り顕著に近代化が進み、 アフリカのシンガポール、アフリカの奇跡と呼ばれている。毎年の経済成長率が7%前後と、急成長を遂げ、首都の木狩りは、中国企業などによって、ルワンダで最も高いランドマークの木狩りシティタワーを、はじめとする近代的な建物や道路が建設されて、市内の街並みは新しくなった。カガメは2018年度のアフリカ連合議長を、務めて、 アフリカ大陸自由貿易協定の設立に主導的な役割を果たした。2000年頃からは ICT 立国を目指し ICT の普及、整備に力を注いでいる。一方で激しい反体制派への弾圧などで自らの権力基盤を強化するその手法は独裁的であるとの批判もある。実際に2015年には憲法第172条が改正され、 2034年まで大統領職に留まることが可能となった。鏡大統領は日本の新聞社による取材に対して完璧な指導者などいない、ルワンダにふさわしい統治をしていると語り、強権的との批判は気にしないと述べている。2012年11月20日、ウガンダとともに土系武装組織3月23日運動を支援し、 今後民主共和国で紛争が勃発した。議事堂地図ルワンダは共和制を取る立憲国家であり、現行憲法は2003年5月26日に承認され、同年6月4日に施行されたものである。国家元首である大統領は国民の直接選挙により選出され、任期は7年。参戦禁止となっている。首相は大統領により任命され、内閣に相当する。 閣僚を評議会のメンバーは大統領が任命する。現行憲法下のルワンダ議会は任院制で上院と下院で構成されている。上院は定数26議席で、うち12議席は地方議会が選出、8議席は大統領が任命、4議席は政府の諮問機関である政治組織フォーラムが選出、2議席は 高等教育機関の代表で構成される。会員は定数80議席で、53議席は国民の直接選挙で選出され、24議席は地方が選任する女性議員ワーク、3議席は青年組織や障害者組織が選出する。議員の任期は上院が8年、会員が5年となっている。ルワンダ虐殺で男性の数が減り、さらに憲法で、 女性議員数が全体の30%を超えるように決められているため女性議員が世界で最も多い。2008年には女性議員が世界で初めて全体の過半数を占めた。最大政党は現大統領のポール鏡が率いるルワンダ愛国戦線である。同党はキリスト教民主党、理想民主党、ルワンダ社会党、進歩調和党、 ルワンダ人民民主連合と共に与党連を組んで政権を握っている。ルワンダ愛国戦線は1994年のルワンダ虐殺時に北部より進行して政権を握って以降民政移管後も一貫して政権を維持しているが議会選、大統領選ともに有力候補の排除や有力野党の登録禁止、変更報道などにより圧倒的に与党有利の 状況を作り上げて勝利してきており、強い独裁傾向を示している。一方で、その開発独裁によって、良好な治安と高い経済成長を実現させても、いる。野党勢力は脆弱だが、比較的有力なものに、社会民主党、自由党などが存在する。最高司法機関は最高裁判所である。内戦後のルワンダ政府における著しい特色として、ガバナンスの向上が挙げられる。 一例として内戦後のルワンダでは汚職の減少が急速に進み2016年には政府のクリーンさにおいて世界50位アフリカで3位にまでつけるようになった。また強化された中央政府の権力によって開発がスムーズに進むようになりこれはルワンダの経済成長の要因の一つともなっている。一方で 政府の指導が市民生活の隅々にまで入り込み各地の行政官は上部組織に対し意味ひごと呼ばれるノルマを設定して開発計画を進めていくなど強権的な開発独裁体制が確立しているフランス政府はハビアリマナ暗殺に関わったとしてカガメ政権関係者を訴追しカガメ側もフランスが虐殺を支援したと非難して国交を断絶していたが 2009年11月29日に3年ぶりに国交回復した。そのゴルワンダ政府は英語圏への接触を図り、2009年11月29日に英連邦への加盟が認められ、54番目の加盟国となった。旧イギリス植民地以外で加盟が認められたのは1995年のモザンビーク以来のことである。中華人民共和国とインドは、 IT インフラストラクチャー整備や企業進出で関与を強めている。特に中国とは武器の供給など軍事的な関係もあり、2019年7月のルワンダ大虐殺解放25周年記念の軍事パレードでルワンダ軍は中国人民解放軍による訓練で従来のイギリス式から中国式のガチョア行進に改めた。隣国ブルンジとは言語、 社会構造、民族構成、地形などがほぼ共通しており、兄弟国と言っていいが、両国間の関係は独立以降1980年代末までは非常に険悪なものとなっていた。これは独立直前の革命によって、ルワンダが土の国王や社会上層を排除して、普通中心の社会を作り上げたのに対し、ブルンジは王政が崩壊した後も土が、 社会の中心となっていたためである。地形図内流川源流の一つである影ら変わるワンダの面積は2万6000平方キロメートルでアフリカ大陸の中央にあり、赤道から井戸で数度だけ南に位置する。西にコンゴ民主共和国、北にウガンダ、東にタンザニア、南にブルンジと接している。国土の中央に位置する首都の木ガり以外は、基本的に丘陵地で、 それぞれに小農場が分布する。北西の火山群から南東へゴツゴツした山地が連なり、西部にコンゴ川とナイル川の流域を分ける、平均海抜2740メートルの分水嶺が南北に走っている。その西斜面をキブコトルジジ川渓谷に下ると、アフリカ第一交代の一部となる。キブコトルジジ川は、コンゴ民主共和国との国境ともなっている。 東斜面はなだらかに、中央高地から平原、昇拓地、湖へと標高が低下し、東端を南北に流れるカゲラ川がタンザニアとの国境となっている。一部の山岳地帯を除き国土のほぼ全域が、なだらかな丘陵によって覆われているため、ルワンダは、千農家の国と呼ばれた。この丘陵はすべて頂上まで耕されており、ルワンダの中密な人口を支えている。 居住形態は山村が一般的だったが、ルワンダ内戦後に政府の強力な主導のもとで集中化政策が実施されて集村が誕生し、一部では農村形態が大きく変動した。森林は開発の制限されている3つの国立公園を除きほぼ存在しない。ニュングウェ森林では2006年にイギリスの探検隊がナイル川の源流を発見したと発表した。 現在の行政区分2006年1月1日から、ルワンダの地方行政区分は新しいものになり、5つの州に再編した。北部州南部州東部州西部州木狩り州2005年、以前の行政区分2005年以前は11の県と、首都の木狩りで構成されていた。ブタレ県、ビュンバ県、チャンググ県ギコンゴロ県ギセニ県ギタラマ県、 キブンゴ県、キブエ県、キガリ郊外県、キガリリヘンゲリ県、ウムタラ県主要な都市は、キガリ、ギタラマがある。首都キガリの中心外通貨は、ルワンダフランで、IMF の統計によると2013年のルワンダの GDP は76億ドルである。一人当たりの GDP は704ドルと、世界平均の10%を下回るが、タンザニアやウガンダなど周辺国とはほぼ同じ水準に、 ある。国土及び加工地に対して人口が極めて多く、人口過剰が問題となっている。中心的産業は農業であり、2012年には労働人口の75.3%が第一次産業に従事していた。国土全域に緩やかに広がる給料は頂上までよく、耕され、肥沃である。こうした農地では、 集約農業が営まれ、ルワンダの過剰な人口をともかくも支えられるだけの収穫を上げてきていた。農地は細分化されており、人口の増加によって細分化はさらに加速しているが、人口の多くは農村に留まる傾向があり、強小ながらも農民の多くは土地の一辺は所有していることが多い。ルワンダ内戦後に土の難民が帰還してきた時に内戦によって難民化した。 フッツの空き家や農地を接収して居住したため、1996年にッツ難民が帰還してくると各所で紛争が起こった。これに対しルワンダ政府は家屋を旧所有者であるフッツに返し、土地は両者で接半させる、いわゆるランドシェアリング政策を実施し、また、女子の土地相続権の確立も行われ、土地所有に大きな変動が起きた。農産品では、 マラバコーヒーなどのコーヒーが輸出品目として有名であり、2014年には総輸出の8.9%を占めた。もう一つの輸出農産品は茶で総輸出の8.8%を占める。また、湖での漁業従事者も見られる。輸出において最も重要な資源は農産物ではなく鉱物資源である。アフリカ第一交代に位置するため、 海霊型の鉱物資源を産出する。生産量が最も多いのは鈴である。経済的に重要なのはタングステンで世界第8位の産出国である。レアメタルも重要で、タンタルの産出は150トンで世界生産の20.6%を占め世界1位となっているほか、ニオブの産出も190トンで世界3位となっている。このほか金と、 天然ガスを採掘している。輸出品としては、2014年度ではニオブが総輸出の15.8%、スズコが11.0%を占める。内戦集結後、農業改革やインフラ整備、高期粛清による汚職の減少、IT 産業の振興、海外からの投資の奨励などによって、急速な経済成長を遂げており、この現象を指して、 アフリカの奇跡と呼ばれている。内戦からの急速な復興を受けて、中院など外国企業の進出も盛んである。日本では、水補助放送権が日本企業の進出支援などで協力する覚え書きを、ルワンダ開発庁と結んでいる。ルワンダの農村部の子どもたち国民の84%が、フツ、15%が、土、1%がツワである。公用語はルワンダ語。 フランス語、英語、ツアヒリ語である。ルワンダ語がほぼ100%の国民に理解されるのは、多部族、多民族国家が主流のサブサハラアフリカでは、うな単一言語的な国であるが、複雑な事情により4つの言語が公用語となっている、多言語国家である。ルワンダは、かつてはドイツ植民地のドイツ領東アフリカであったが、ドイツ語は普及しなかった。 さらに1916年のベルギーの入植以降はフランス語圏となった。しかし長年の間、難民として英語圏であるウガンダに逃れていた、カガメ大統領をはじめとする、土族の現政権のルワンダ愛国戦線メンバーが、ルワンダ虐殺以降制圧して、ルワンダを統治するにあたり、主に英語話者であり、多くはフランス語が話せなかったことと、親、フランス的であった。 旧政権に対して、現政権と関係の深いアメリカとイギリスの後押しもあり、2008年に公用語に、それまではルワンダと全く関連のなかった英語が追加された。その翌年の2009年にはイギリス連邦に加盟し、英語圏諸国との関係強化を図った。同年、ベルギーによる植民地支配以来続いていたフランス語から、教授言語も英語へと変更され、 政府要人にも英語を学ぶように要求しているなど実質的にフランス語圏から英語圏への転換を図っている。すでに政府などの公的機関のウェブサイトも英語版のみであり、フランス語版は存在しないなどフランス語の排除が進められた。一方で2015年からはスワヒリ語教育が必修化され、2017年には公用語に追加された。また、 2016年には、初等教育でのフランス語教育が再導入され、閉鎖されたフランス語学校の再開など、悪化したフランス語圏との関係の回復も進められている。実際に、フランスの支持を取り付けたことで、ルイーズ・マシキワボが2018年にフランコフォニー、国際機関の事務総長に選出された。国民の大半はフランス語を話せることはできても、 英語はほとんど話せない状況であったのにもかかわらず、戦乱による人口の減少、流出と英米と結んだ新政権の判断によって短期間でフランス語圏から英語圏へと変わった世界でも稀な国でもある。ルアマガナのカトリック教会に0 0 1年の統計によれば、キリスト教のローマカトリックが56.5%、プロテスタントが26%、 アドベンチスト教会が11.1%、ムスリムが4.6%、土着信仰が0.1%、無宗教が1.7%である。2003年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は70.4%である。2005年には GDP の3.8%が教育に支出された。主な高等教育機関として、 ルワンダ国立大学の名が挙げられる。2007年時点では国際人権英規約の中高等教育の無償化の条項を留保しているのはルワンダとマダガスカル、日本の3カ国のみであったが2008年12月にルワンダは留保を撤回した。初等教育3年時まではルワンダ語、その後は英語が教授言語となっている。 スワヒリ語教育は必修となっている。国民の100%が理解できるルワンダ語は教育では初等教育を除くと使われていない。IT 立国を目指す政策により、電気のない地域にもインターネットなどができるバスを導入したり、簡易パソコンを使った初等教育を行ったりしている。また IT を教えるトゥンバ高等技術専門学校も日本の援助で設立され、 英語によって授業が進められている。ルワンダにおける2007年の HIV 感染者は推計で約15万人であり、感染率は2.8%である。ルワンダ人の平均寿命は56.77歳である。性が同じことは親類関係を意味せず、性は家族間で異なるのが一般的。したがって夫婦別姓である。慣習では子には 家族のいずれとも異なる性をつける。家族がすべて同じ性を持つことは極めて稀である。毎月最終土曜日の午前中は、店舗の営業や交通機関、18歳から65歳までの国民が対象とされており、清掃作業や学校や病院などの建設作業も行われる。ありがとうございます。